はい、動画の本編が始まる前に、僕先週までポルトガル行ってて、その時に撮ったドローンの動画をどうぞ。How do you work it? Yeah. 35点。やば。晴れてんのにまた雨降り出すわ。最悪。前回も前々回も滑ったこの、 あのストリートスポットに来てるんですけど、今日は、ここで1時間ぐらい滑った後に、1回家帰って、その後にあのまた家の近くの違うちっちゃいスケートパークに行こうと思ってます。おう、これがチェコのパトロールか。
they see me rolling, they hate. Že on nebyl na rohu našem, že jo? Aha, dobrý, tak takhle ještě dotýkne.今回買ったのは、なんていうんやろ、ジャルツじゃなくてハートっていうブランドです。まあ、柄はお楽しみに。このブランドスピンのやつなんですけど、今のところ外れたことないんで結構気に入ってます。で、まあ柄はまあまた次じゃなくて次のセットアップの時にまあ見せると思います。それまでまあお楽しみに。まあ別に大して隠すもんでもないんですけど。今からローカル感満載のパークでちょっと滑ります。終了です。動画のタイトルでもある通り、これからスケートボードのデッキの選び方についてちょっと説明したいと思います。で、まあ僕なりの選び方をちょっと紹介します。僕がスケートボードのデッキを選ぶときは、次の2つの点に注目して、スケートボードのデッキを選んでます。1つ目はスケートボードのデッキの太さ、だいたいインチで表記されているここの長さのことです。そして2つ目はコンケーブって言って、こうやって見たら分かるんですけど、スケボーの板ってちょっとこう技がしやすいようにこう曲がってるんですね。あとターンとかしやすいように、これの強さを見てます。だいたいこの2つを見て決めてます。あとここの高さもあるんですけど、この高さはだいたい同じであんま変わらないんで、まああんまり気にしなくてもいいと思います。例えば僕の場合だったら、ここの太さがインチでいうと8インチを使ってるんで、まず8インチのデッキを探します。で、8インチのデッキは結構よくあるサイズなんでいっぱいあるんですけど、その見つけた8インチの中から自分に合ったコンケーブを探してまた絞っていきます。僕の場合はきついのが好きなんで、きついのをいつも探してます。大体 それで大体絞ることができて、あとはその絞られた中からまあ好きな柄を選んで買ってます。あとこの2つの方法で絞った後に余裕があれば、僕あとノーズの形とかも見てます。大体僕の場合は店に置いてる板を実際に地面に置いて踏んでみて、実際自分に合ったノーズの形とかテールの形とかを見て選んでます。でもこれもあんまり、まあ、このノーズの形とテールの形は、まあ、その選択肢があれば乗ってみて決めればいいと思います。僕スケボーを始めたばっかの時は柄とかブランドとかめっちゃこだわってて、なんかもうめっちゃ柄とかいいやつ探しまくってたんですけど、途中からだんだんとどうせ削れてくるし、あんま柄とかブランドとか気にしたくなってきて、どのブランドが強いかとかいろいろ調べたりしてたんですけど、結局はブランドによってそんなにそこまで強度変わらないんで、そのスケボーのデッキ、このデッキが作られた日が新しいほど強いって僕いつも考えてるんで、店員にこのデッキいつ作られたやつですかとか聞いて買ってます。まあでももちろん好きなブランドがあるんやったらそれを使ったらいいと思います。で、よくここのサイズに関する質問で、足が大きければ大きいほどサイズを大きくすればいいのかっていう質問があるんですけど、全然そんなことはなくて、別に足が大きくても小さい幅の狭い板を好む人もいるし、別に足ちっちゃくても大きいのを使う人もいるし、僕の友達で足ちっちゃいけど 8.5 ぐらい使ってる人もいます。なんでそれはまあ好みです。多分それもスケートショップ行って実際乗ってみたら分かると思います。はい、なんで今からデッキを買おうと思っている人は、最初はネットよりもショップに実際行って板を踏んでみることが大事なんで、実際ショップ行って店員とかと話してみて、まあ大体初心者は 7.75 インチから8インチの間がおすすめです。その中から、まあ、実際自分が踏んでみてこう気に入った形をいろいろ探してみて、その後で、まあ、チョイスがあれば柄とか選んで買えればいいと思います。はい、でおさらいすると、1つ目はこのデッキの幅を見て、その後にコンケーブを見て、
あと余裕があればこのノーズの形とか長さとかデッキの柄とか見て決めてます。はい。でブランド、どのブランドが強いっていうことよりも一番あの作られた日が新しいデッキを探すことがポイントです、僕的には。はい、ではこんな感じです。少しでも参考になったら高評価コメントと登録お願いします。めっちゃ助かります。みんなコメントしてね。あと高評価もお願い。高評価。あとまだの方は登録もお願いします。あの下の赤いボタンクリック。では See you next week.